今日の御言葉、ルカの福音書10章17節から21節。さて、72人が喜んで帰ってきて言った。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス様はこの場面の少し前に72人の弟子たちを派遣されました。そしてその72人の弟子たちが喜んで帰ってきました。彼らはイエス様の御名によれば悪霊を追い出すことができることを喜んでいました。しかしイエス様はこのような弟子の姿勢を戒められました。弟子たちはイエス様によって罪許されて永遠の命が与えられたこと以上に自分の行った力ある技を喜びました。彼らは救い以上に自分の行った成果を重んじていたんです。私たちも時として自分の行った力ある技を誇ってしまう時があります。しかしこのような弟子の姿勢は非常に危ういものでした。なぜなら自分の行った力ある技を喜ぶ時、そこには高慢の罪が隠れているからです。サタンははじめ純粋な天使でした。しかし高慢になり神様に敵対したので神様によって低くされました。サタンは神様以上の権力を得ようとしたがゆえに神様によって低くされました。私たちクリスチャンはイエス様を信じるとき聖霊様が与えられるので力ある技を行うことができます。しかしだからといって必要以上にその力を誇りにしてはいけません。必要以上に自分の成果に固執してはいけません。目に見える成果を追い求めた先には高慢の罪が待っているからです。私たちが本当に喜ばなければいけないことはイエス様によって救いを得たことです。私たちはイエス様の十字架の死と復活によって永遠の天国に入ることができるようになりました。永遠の天国、永遠の命が私たちに与えられました。それ以上に誇ることのできること、喜ぶことのできることはありません。確かに聖霊様によって力が与えられます。しかしそれは二次的なものです。あなたはどうでしょうか。あなたは自分の行った力ある技を誇りにしてはいないでしょうか。それとも永遠の天国、永遠の命を得たことを誇りにしているでしょうか。喜んでいるでしょうか。今日あなたは何を喜んでいるでしょうか。自分の名前が天に記されたことを喜んでいきましょう。私たちはすでに救われています。天国に入ることができます。地獄には落ちません。本当は地獄に行くはずでした。しかしイエス様が私たちのために死んでくださったことによって地獄に行かなくて済むようになりました。なんと感謝なことでしょうか。今日も自分が救われたことを大いに喜んで誇っていきましょう。イエス様に感謝します。オールフォージーサス。